異議あり。はい、驚き宝助は大丈夫です。彼がそんなことをするはずがない。はい先生、任せてください。がっかりだね。正直なところ、どうやら君は僕の相手じゃなかったみたいだ、おでこくん。やっぱり俺じゃダメだったか。待って、驚きさん、あの証人は嘘をつくとき必ずある動きをするんです。驚きさんならそのくせ見抜けるはずです。そこだ。あなたは今嘘をつきましたね。すごいすごい、なんか科学してるって感じ。まさか、この俺に弁護を。真実を導き出す切り札、全てはあなたに大丈夫です。弁護側はこの証人を真犯人として告発します。